どうもこんにちは、本田です。それだけをこれやっていきます。円順列、円順列って何か。これっていうのはあるものを円形に並べた時の並び方のことなんだ。例えばどういう問題か。これっていうのはこういうやつ、 ABCD を円形に並べる。全部で何パターンありますか。ただし回転して一致するものは区別しないで考える。こういう問題。これどういうこと。 ABCD を円形に並べるってことさ、例えばこういうやつだよね。 ABCD こんな感じで円形に並べますよと。で、これが全部で何パターンありますか。これ今さ、ABCD ってやったけどさ、こういうのもあるよ。例えばさ、BDAC。こういうやつでもさ、あるわけだから、こういうのいっぱいある。じゃあさ、全部で何個あるのって聞いてるわけだ。ただし、回転して一致するものは区別しないで考える。これどういうこと。これっていうのはさ、例えばさ、この A ってやつに着目するとさ、この配列っていうのは、今さ、A をさ、こうガチャって、こうやって回したやつ。A がこっちに来るパターン。で、BCD。こういうやつっていうのはさ、結局さ、ABCD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  になってるわけだからさ、これもさ、ABCDABCDABCD なってるからさ、これってさ、これをくるって回転させた形になってるんだよね。で、こういうのは同じものとして考えてくださいってことだから、1、2って数えるんじゃなくて、これもまとめて一通りで考えてねってことなんだ。で、こう回してもさ、一緒にならないやつ、こういうのは別々で考えていいから、1、2って考えてください。そう考えた上で全部で何パターンあるんですか。そういう問題なんだ。これってさ、実は ABCD ってやつをさ、くるくるって回転させたやつはさ、これだけじゃなくてさ、こんなにあるんだ。計4パターン。今、見やすくするために A だけ赤色で塗った。そしたらさ、ABCD っていうのさ、1個右にした。ABCD。これと全く同じで。で、1パターンって数えるわけだ。さらにこれを右に回した。これも同じ。さらにこれを右に回した。これも同じ。ということで、この4つのパターンっていうのをまとめて1パターンでカウントしてあげなくちゃいけないわけだ。だからさ、円順列でマジで厄介でさ、ABCD1 個ってやったらさ、ここって決めて、ぐる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 って回り始めるのに、ムカつく。マジムカつくぞ、こいつと。だって結局さ、これっていうのは、回転するから出しにくいってことになってるんだ。でさ、回転して出しにくいんだったらね、これね、回転を止めればいいんだ。くるくる回れないようにする。どういうことか。要はね、ABCD1 個、ぐる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 ってなっちゃうから、止まれっつって、止まれっつってこれね、ピンを刺すんだ。ガシッと。ガシッとピンを刺せばさ、こうやって今までさ、くるくるぐるってなったんだけどさ、ガシッと刺してるから、こう、くるってできねえってなる。くるってできねえっていう状態になる。こいつを仕留めた状態になるわけだ。仕留めたら、ここをね、ぐちゃぐちゃにしてあげればいい。仕留めたところで、こうぐちゃぐちゃにしてあげれば、同じもんできないね。ってことで、BCD をぐちゃぐちゃに、総動員で並び替えてあげる。ってことでさ、ここは3の階乗になるんだけど、今この状態で分かりにくかったら、ここにね、ハサミを入れる。この糸の部分をプチって切るんだ。プチって切ると、こういう状態になる。そしたらさ、DCB、これさ、1列に並べるパターンと同じになるから、ここは普通に順列で考えてあげれば、DCB という3つのものを総動員でぐちゃぐちゃに並び替えるから、ここはさ、3の階乗になるね。ここは3の階乗になる。ということで、この、ね、円順列っていうのは、今、ね、1個を固定する。1個を固定して、残りのやつをさ、ぐちゃぐちゃに並び替えるから、今4つある。4つあって1個を固定するからさ、残り3つで。ということで、この3つの階乗になるんだ。だからね、これっていうのは、こういうこと。4つありますよ。でも1つはね、固定しちゃうんだ。こいつは固定。でも除外して考えて、残りの3つっていうのをぐちゃぐちゃに並び替えればいい。ということで、これの階乗になるわけ。対象物が4個だったら1つ固定する。だから 4-1 の階乗で3の階乗。これで6通りっていうのがね、答えになるわけだ。で、今さ、こう思った子がいるかもしれない。今さ、A 固定したよね。でも別に A じゃなくてもいいの、固定するの。って思った子がいるかもしれない。確かにそう。別に A じゃなくてもいいんだよ、固定するの。B でもいいし、C でもいいし、D でもいいわけだ。そしたらさ、ここはさ、A でも B でも C でも、A でも B でも C でも D でもいいんだから、かける4じゃないの。4通りこれかけなくていいの。6×4 じゃなくていいのって思った子がいるかもしれない。でもね、これはね、しなくていいんだ。なぜなら、仮に固定するものを全て考える、×4 通りで考えたとしたら、これ×4 っていう式の意味っていうのは、A を固定してここをぐちゃぐちゃ、B を固定してここをぐちゃぐちゃ、C を固定してここをぐちゃぐちゃ、D を固定してここをぐちゃぐちゃ、それを全部考えて答えっていう意味になるね。ここ×4って考えたとしたら。そしたらね、この図を見てもらいたいんだけど、今ね、これっていうのは A を固定してぐちゃぐちゃ。ぐちゃぐちゃにするからさ、BCD っていうパターンは1パターンとしてあるよね。じゃあ次これ。これね、D を固定してこうぐちゃぐちゃ。ABC っていうのも配列としてあるよね。じゃあ C を固定してぐちゃぐちゃ。DAB っていうのは1パターンとしてある。じゃあここはね、B を固定してぐちゃぐちゃ。CDA。こういうパターンもあるわけだ。そしたら、ね、気づくかな。これっていうのはさっきここに書いてあった図をね、そのまま加工したものになるんだけど、これっていうのはさ、全部さ、ABCD っていうのをさ、回転させたものになってるよね。これっていうのは。だからこれっていうのは1パターンで考えなくちゃいけない。だから、ピンの差し替えは意味がないんだ。どういうことなのか。今さ、
くるくる回転するから厄介。だから止まれっつって、A にガシッと、A を動けない状態にした。A を動けない状態にして、こうぐちゃぐちゃにしたわけだ。だから、ね、答えを出すことができたんだけど、今さ、ピンを差し替えて B に差し替えたとする。A のピンを外して B に差したとしたらさ、今まで動けなかった A っていうのがさ、解放されてさ、こいつさ、やった動けるって状態になるんだ。だから今さ、こいつ動けないって状態だったから、こうぐちゃぐちゃにしてればよかったのに、ピンを外して B に差し替えたらさ、今まで動けなかったこいつがさ、わーいって、ここでもここでもここでもいいやってなるわけだ。A がぐちゃぐちゃに入れ替わり始める。ということで、固定した意味がなくなる。結局、ピンを外すことには、こいつがね、ぐちゃぐちゃに動き始めちゃうから、だからこういうダブりが生じちゃうんだ。だからね、固定するやつは1個でいい。この1個固定したら、もうこのピンは外しちゃダメなんだ。外したらこいつがまた自由に動き始めちゃうから。だから固定するものは1個。ところで、これね、4通りって考えなくていい。考える。4通りを考えるということはピンを外す。ピンを外すということは、こいつがね、固定したものが自由になっちゃう。解放しちゃうことになっちゃうから、だからこれは考えなくていいんだ。単純に全体から固定するものを1個考える。こいつはもう動くんじゃねえと。動くんじゃねえって決めたら、あとはここをね、ぐちゃぐちゃにしてあげるって考え方をすればいいから、固定するものに関しては区別しなくていい。そういうことなんだ。OK。で、当然これはね、全部違うものだから、こういうね、式が出てます。もし同じようなものがあったとしたら、またそれは別々で考えてあげなくちゃいけない。OK。じゃあさ、こういう問題でやる。男女4人ずつ、計8人が円形のテーブルに座る。女性が隣に合わない座り方は何通り。こういう問題があったとしたらさ、これどうやってやる。これっていうのは、女性が隣り合わない座り方っていうのはさ、男が座って、その男の間にさ、女性が座ってあげれば、女性が隣り合わない座り方になるね。ってことで、ね、女性がこう言ってる。男子、さっさと座れ。なんで、男子並びました。で、今ね、男性を青色で書いたんだ。で、今さ、男性4人っていうのはみんな別々の人たちなわけだから、A 君、B 君、C 君、D 君、こんな感じで表現することができるね。でね、まだ女性が座ってなくて、さらにテーブルの形が円形だからさ、A 君、B 君、C 君、D 君ってこうやって座るパターンと A 君、B 君、C 君、D 君こうやって座るパターンっていうのはさ同じになるわけだ。要はこの状態で回転させた形の座り方っていうのは全部1パターンでカウントしますよ。ということでこれはさ円順列の公式を使えて4人いたとしたら1人を固定して残りをぐちゃぐちゃにしよう。ということで男性の席のパターンっていうのはこういう式になるわけだ。まずここまで問題ないから大丈夫。 OK。 そしたらね次はいよいよねこの間に女性が座り始める。女性をね、E、F、G、H、3って考えたとする。そしたらさ、今4箇所あって4人いるから、ここにさ、女性がさ、ポンポンと座っていくんだけど、今さ、円形になってるんだよね。円形になってるから、これっていうのは4人のね、円順列の関係で、4-1 の解乗。これが女性のパターンだと。で、さらに男性の席と女性の席を決めてやっとゲームが終わるわけだから、ここは掛け算だよね。ということで、これが答えが出るか。実はね、ちょっと惜しいんだけど、これだと答えが間違っちゃうんだ。なぜこれ違うかわかるかな。なぜこれ違うと思う。実はね、これね、男性の席を考えるところまでは合ってるんだ。で、その後ね、女性の席を考えた。この考え方ね、ちょっとおかしいんだ。なんでおかしいのかな。例えばね、このね、E さん。E さんって人がいるじゃん。このね、E さんのことをね、例えば A 君がね、すごい好きだったとする。A 君はこの E さんのことが好きだ。だから A 君はね、E さんの隣に座りたいって考えてるわけだ。でね、もし仮にさ、E さんがさ、ここに来たとする。E さんがここに来て、で、F さんがここに来て、G さんがここに来て、G さんね、おじいちゃんみたいな。で、ここにさ、H さんが来たとする。H さんが来たとする。OK。そしたらさ、まあ、A 君はさ、晴れて E さんの隣に座れるっていう状況になるわけだ。でさ、この円順列の関係っていうのはさ、くるくる回転したやつは、同じ座り方だよって考えるんだよね。今さ、E、F、G、H って言ってさ、今これをね、くるくる回転させる。じゃあ、1個右に回転させたとしたらさ、E、F、G ちゃん、H、こういうような形になるわけだ。OK。そしたらさ、今ね、これをさ、赤のやつだけくるって回転させたやつはさ、同じだよって考えてるんだけどさ、でも A 君の立場からしたらさ、全然同じじゃねえよと、G ちゃん隣に来ちゃったじゃねえかってなるわけだ。E さん向こう行っちゃったしみたいな。だからね、これがね、回転する形っていうのはね、区別して考えるんだ。要は、男性がいなかったらね、男性がいなかったら、これはくるくる回ったやつと同じなんだけど、今ね、男性がいるんだ。男性がいるから、この間の形でさ、これをもし形がね、今、円になっていたとしても、これっていうのはもう男子がさ、この位置にいるっていうのがさ、目印になって、女性がこうやってくるくる回転するパターンっていうのはさ、別々に考えてあげなくちゃいけないんだ。今のね、A さんと E さんと G ちゃんの関係がね、まさにそれを物語ってる。今、E がね、ここにいたら A 君っていうのはさ、E さんの隣でよかったってなったんだけど、今さ、ひとたびそのさ、女性の位置がさ、くるって回転しただけでさ、もう一気に展開変わったよね。ということで、こういうふうにね、男性がいる、男性が目印になって、この部分が回転したやつが区別するっていう形になるから、ここはね、女性の方まで円順列の考え方をする必要はないんだ。女性はもうね、こういう場所、
今 A 君 B 君 C 君 D 君ここの位置で座ってる時の女性の座り方っていうのはいくらこの形が円になってたとしてもそれが回転すると全然座り方っていうのは変わってくるわけだからここはね低い位置の階乗ってしなくていいんだ。そのまま4の階乗で OK。 これを計算してあげれば答えが出る。そういう問題でした。 OK。 じゃあねもう一個例出すよ。すべて色の異なる5個の玉で数珠を作る。何通りできますか。こういう問題なんだけど、まあ、数珠っていうのはさ玉に貫通した穴が開いていてその穴に糸を通してさ輪っかみたいなのを作る。要はさブレスレットみたいなのを作りたいんだ。でそれを作る上ですべて色の異なる5個の玉これを使っていくよと。でね何通りできますか。なぜこういう質問があるか。これはね糸を通す順番によってさ玉の配色が変わってくるから数珠っていっぱいできるよね。だからそれが全部で何通りなんですか。そういう意味なんだ。でねこれを解く上でイメージしやすくするために一旦図を描いてみると、すべて異なる色の玉を使ってさらに今数珠を作るからさ玉に糸を通して輪っかみたいに進んだよね。ということで図はこうなる。そしたらこれはさ円順列じゃないかと。一つを固定して残りをぐちゃぐちゃにする。今5個使うから5個のうち1つを固定して残りをぐちゃぐちゃにする。こうじゃないかって思う子はいると思うんだ。でもね結論から言うとねこれでは答えが出ないんだ。なぜこれが違うか分かるかな。分かる。円順列っていうのはさ回転させたものに関しては同じものとしてカウントしたんだよね。このさ数珠に関してもさそれは言えるんだ。要はさ作った数珠をさちょっと変えただけでさそれ別物とはなんないよね。でね数珠に関してはねもう一つある動作をしてもこのもの自体は変わらないよっていうものがあるんだ。それ分かるかな。これ実はね裏返し。数珠に関してはその数珠を裏返したものっていうのも物としては変わらないわけだから、もともとのやつと裏返したやつっていうのはまとめて一通りってカウントしたいわけだ。今ねこの数珠で例を取るとここを境にひっくり返したものっていうのをね図にするとこうなるんだけど、今これとこれは裏返しの関係だからこの問題ではまとめて一通りってしたいわけだ。要はもともとのやつと裏返したやつはセットで一通りですよってカウントしたいわけだ。ところが円順列で考えるとこの配列とこの配列っていうのはくるくる回転してもさ互いに一致しないから区別して考える。円順列だと1通り2通りこうカウントしてしまうんだ。要はねこれはねあとこの裏返すこれを考慮してあげれば問題にたどり着く問題の答えになるよってことなんだ。じゃあどうやったらねこの円順列を裏返しを考慮することができるのか。これに関してはねこの配列に対して裏返した配列っていうのは必ず存在するよね。今さこの配列じゃない別の配列に関してもその裏返しっていうのが出てくるわけだ。だからねこれは元々のやつと裏返したやつセットで一通り。じゃあこの中にこのね元々のやつと裏返したやつは何セットあるんですか。この中にこのセットは何セットあるんですかって考えればいいんだ。ってことはさ元々のやつと裏返したやつはさ2個で1セットなわけだから、ここはさ2で割ってあげれば元々のやつと裏返したやつで2個で、ね、で2で割ってあげれば何セットできるかって出るわけだ。そのセット数が今回は数珠何通りですかってことになるから、円順列を2で割ってあげれば数珠のね通りが出るよ。こういう風にしてあげれば OK。 でねこれをね特別ね数珠順列ってんだ。数珠順列これさハイパー言いにくいんだけどさ、もう早口言葉で10回言えないんだけどさ、数珠順列っていうから覚えて。これっていうのは円順列だけだとダメですよ。裏返したものも同じだから、これっていうのは2で割ってあげよう。要は裏返したものと元々のやつは同じで考えるから、じゃあ何セットあるのか2で割ればいいよねってことで、これね数珠順列ってんで覚えてください。 OK ですか。じゃあねこの動画のまとめをさらっとします。まず円順列。円順列っていうのは例えば ABCD ABCD って4つをね円形にね並べてくださいって言われたら、こいつらはくる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 回り始めるから分かりにくいってことで、まず一つをブスッと固定する。こいつ止まれと。こいつ止まって残りの部分をぐちゃぐちゃにすればこのくるくる回らないよということで、ここをね止めるという意味で、もし4つだったとしたら一つ止めるよという意味でマイナス1に対して残りをぐちゃぐちゃだから、こういう風にしてあげれば OK。で数珠に関してはこのさくる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 回転したやつを同じ通りとして見るだけじゃなくて、裏返したものっていうのも同じようにカウントしてあげなくちゃいけないから、くるくる回転させたやつも考慮して、さらにこれに対して裏返しも考慮する2で割る。こういう形でやったのが数珠順列でした。 OK ですか。だからどん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 ね問題がね深くなってくんで面白くなってくんだ。 OK。 じゃあね復習問題でも出そうと思うんで、さらっとね解いてください。そしたらまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。